またきょう開かれた中野区長定例の記者会見では新型コロナウイルス感染症対策について現在の状況を説明、区立幼稚園、小中学校などの臨時休業について先週11日の発表以降、おおむね状況は変わっていないということです。 区立の小中学校幼稚園につきましては、3月25日まで臨時休業といたしまして、他の区有施設につきましては、3月31日まで。 休館または施設利用の貸し出しの中止と延長しているところでございます4月以降の対応につきましては3月19日に公表予定の国の見解を踏まえるとともに3月23日までの新型コロナウイルスの状況等を見て延長するかを判断することといたしますその内容につきましては即報道機関の皆様にもお伝えする予定でございますまた今後施設の利用者や職員が感染した場合には速やかに統 当該施設利用者や職員、それから濃厚接触者に対して利用等の自粛を図るとともにですね、施設内の消毒を行うということで考えております。また状況に応じて施設の休業等を行うとともに、区内の高齢者、障害者、児童施設等につきましても適切な対応がされるよう連絡を密に行っているところでございます。 状況は日々刻々と変化しています。こまめに最新情報を確認するようにしてください。また、マスク不足や感染拡大に便乗した嘘や詐欺も出回っています。正しい情報をもとに対応・対策を行ってください。